こんにちは。 IT 業界15年ベテラン IT 講師のガッキーです。今日のテーマは問題解決の考え方について、このような用語を体系的に解説していきます。こんにちは。高校で情報科目を習っている未来と言います。画面左側の空欄部分はテストで出る可能性が高い重要用語です。すでに内容を把握している人は先に穴埋めにチャレンジして動画を見てください。これから勉強する人はガッキーの動画を聞きながら穴埋めをしていきましょう。基本用語解説の後、穴埋め基礎知識を活用して試験で差をつけられる応用的な問題にもチャレンジしていきます。この動画で使っている資料は概要欄に貼ってあるリンク先からダウンロード可能なので、授業の予習復習に使ってもらえると嬉しいです。それではよろしくお願いします。来週情報の試験がある予定で、目標は80点なんですけど、全然勉強が進んでいなくて、このままでは30点くらいになってしまいそうです。それは問題ですね。現在の状態だと30点、目標とするあるべき姿が80点。この現在の状態と目標とするあるべき姿の差を問題と言います。そしてこの現在の状態を as is、 あるべき姿を to be と呼びます。この差を解消するために解決策を立てて実行することを問題解決と言います。問題解決する手法の一つに PDCA サイクルというものがあります。プラン、計画、ドゥ、実行、チェック、評価、アクション、改善、そしてまたプランに戻り改善を繰り返していくという流れです。先ほどの未来の問題について当てはめていきましょう。プラン、計画はテストの日までの予定表を作って勉強時間を確保する。ドゥ、実行は計画に従って勉強を実行する。チェック、評価は日々進捗通りかを確認する。アクション改善は計画に無理があったり余裕すぎた場合はどのように改善するか改善を検討する。そしてまたプランに戻る。今は日ごとで説明しましたが、繰り返す単位は定期試験ごとの長いスパンでも考えることが可能です。このアクション改善からプラン計画の前段階に戻って修正することをフィードバックと言います。今度はクラスの人など複数人と協力しながら問題の把握から解決、そして表現する流れを考えていきましょう。さっきの PDCA サイクルとほぼ同じ形ですが、問題の把握発見、問題解決の遂行、他者との共有という流れで、また問題の把握に戻る過程でどのような方法があるかを考えていきます。まず問題の発見では、現象を観察したり課題を設定する工程になります。問題の把握発見するためには、みんなが自由に発言できる環境を作ることが大切になります。問題を記録整理しながら検証可能な形の課題を設定します。問題の解決の中には、一方を達成するために他方を犠牲にしなければならない場合があります。例えばテストの点数を上げるために勉強時間を確保するには、ゲームをする時間を削ることになります。このような関係をトレードオフと言います。課題の設定時はこのトレードオフの関係にある要素を明らかにしたり優先順位をつけたりします。今回はこの話し合いの中で、理想の姿は家で勉強を1日3時間は行いたい、現実は1時間しかできていないという、この2時間の勉強時間をどう確保していくかという問題が発見されたとします。問題を把握した後は問題解決の遂行を行っていきます。観察、実験、調査と考察を行います。まずは前工程で明確になった課題に対してどうすれば解決することができるかといった仮説を立てます。もしすでに似た問題を解決した事例があったら、それも調べておきます。今回の仮説は、スマートフォンやテレビに費やす時間が長いのではないかという仮説を立てたとします。その仮説を裏付けるために観察、実験、調査などを行います。今回は実際の家にいる間、どれくらいスマートフォンやテレビを見ているのか、
見ている場合は具体的にどのようなものを見ているかというところを調査します。その調査結果で得られたデータを表やグラフを使って整理します。その際は表計算ソフトなどを使って分析したり、シミュレーションツールを使ったりして ICT を効果的に活用することが重要になってきます。結果、スマートフォンを使っている人の中で勉強に関係ない YouTube 動画を見ている時間が多かったとします。私はとある男が授業をしてみたの。ハイチ先生の YouTube 動画でよく勉強するのですが、その時おすすめにお笑い番組が出てきてしまうからそっち見ちゃうんですよ。この前 Google が主催した教育関係者向けセミナーで、神奈川県立川崎北高校の校長先生とハイチ先生の対談があって、その解決方法を質問しました。川崎北高校では勉強用と遊び用で Google アカウントを使い分けているようです。 YouTube のアルゴリズムでその人が過去に見た動画に関連するものが出てきやすいので、勉強の動画しか見ていない場合はおすすめも勉強動画だらけになります。このようなアイデア出しの手法としてブレインストーミングというものがあります。ブレインストーミングは4つのルールがあります。まずは質より量。アイデアの良い悪いは問わず、とにかくたくさんのアイデアを出すこと。次に制約を設けない。テーマに関係しそうなことならどんな奇抜な発想でも受け入れること。そして便乗の推奨、他人の意見を参考にさらに発想を広げるアイデアも歓迎すること。最後に批判の禁止。批判すると相手が萎縮してしまい発想の範囲が狭まる恐れがあるため、アイデアを出す段階では批判をしないこと。アイデアを出しても他人に否定されると意見が言いづらいですが、この手法ならお互いの意見を尊重できるからおすすめです。予備知識として、ブレインストーミングは米国の広告代理店 BBDO 社の A.F. オズボーンが考案した手法になります。彼が1788年にフリードリヒ・シラーというドイツの詩人がアイデアが浮かばないと嘆く友人に宛てた手紙からヒントを得たらしいです。出された意見を比較したり分類したり関連付けをしたりするツールのことをシンキングツールと言います。シンキングツールはいろんな種類がありますが、代表的なツールの概要を説明します。まずはベン図を紹介します。複数の集合の関係や集合の範囲を視覚的に図式化したものです。例えばクラス全員の母集団があって、バス、電車、自転車のグループ分けをした場合、バスと電車を併用する人はこの円が重なる部分、全部を使っている人は全ての円が重なる部分、何も使っていない人は円の外になります。他には KJ 法という手法があります。ブレインストーミングはとにかく意見を出すことが目的だったので、その出された意見をグループ化するのに適しています。 KJ 法はブレインストーミングなどで得た情報をカードに書いて、同じ系統のカードをグループ化して系統ごとに分類されたデータを整理分析し図解などをする手法になります。これらの結果をもとに論理的な考察を行うことが重要になってきます。その方法として演繹的推論や機能的推論といった方法があります。演繹的推論は一般的かつ普遍的な事実ルールを前提として、そこから結論を導き出す方法になります。例えば人間は哺乳類である、哺乳類には血液があるという2つの普遍的な事実を前提とした場合、その結果として人間には血液があるという結論を導き出すことが可能になる推論方法になります。機能的推論は様々な事実や事例から導き出される傾向をまとめ上げて結論につなげる論理的推論方法になります。例えば今朝のテレビで YouTube での学習効果について報道していた。そして友達の A 君も YouTube の動画で成績を上げた。学校の先生もとある男が授業をしてみたのチャンネルを推奨していたなどといった事象を統合して、 YouTube の教育動画は学習効果が高いなどという結論を導き出す手法になります。最後に表現と伝達、他者との共有を行います。
これまでの問題解決の過程を分かりやすく表現して、他の人に共有を行います。手法としては、今見てもらっているパワーポイントや、ワードで文章を作成したり、絵や図やグラフなどを使って分かりやすく伝えます。そして、新たに問題が発見されたら、一番初めの問題の把握に戻り、継続的に改善を続けていきます。このような問題解決のプロセスを踏むことで、ゴールを意識しながら効率的に問題解決ができます。ちなみに私自身、この単元ごとの動画作成前は常に問題を抱えています。理想は教科書の内容を実際に役に立つ形で分かりやすく伝えたい。現実は教科書の内容だけを要約して話しても抽象的で伝わりにくいということです。その問題解決のために、教科書図書館でいろんな会社の情報一の教科書の内容を確認、キーワードの抽出を行い、文部科学省が提供している情報一教員向け研修用教材、学習指導要領、そしてウェブ上に存在する情報の先生の授業の実績、私自身の IT 業界勤務15年の知見、大学の情報教員養成課程で習った内容、いろいろ組み合わせて動画を作成しています。テストで高得点を取ってほしいのと、得た知識を活用できる力を身につけてほしいという思いで動画を作成しています。それでは重要用語チェックをやっていきましょう。現在の状態と目標とするあるべき姿の差というところは、パワーポイントで説明したこの部分が該当しますので、正解としては問題になります。そしてその差を解消するために、解決策を立てて実行することということは、こちらの部分ですね。ですので正解としては問題解決になります。では次の問題です。 PDCA サイクルについて空欄部分を答えてくださいというところで、パワーポイントで説明したこの表そのまま問題にしてます。まず計画はプラン、実行はドゥ、評価はチェック、改善はアクションになります。そして前段階に戻って修正することはフィードバックと言います。では次の問題です。一方を達成するために他方を犠牲にしなければならないことというところは、こちら問題の把握発見で説明したこちらの部分ですね。ですので正解はトレードオフになります。ではブレインストーミングの4つのルールを答えてくださいというところで、ブレインストーミングのルールについてはこの部分が該当します。ですのでまず4つのルールの1つ目というところは質より量になります。そして制約を設けない、便乗の推奨、批判の禁止になります。では以下のシンキングツールの名称を答えてくださいというところで、シンキングツールはこの部分で説明しました。複数の集合の関係や集合の範囲を視覚的に図示化したものはベン図になります。情報カードに書いて同じ系統のカードをグループ化して系統ごとに整理分析する手法というところは KJ 法になります。それでは知識の活用問題、定期試験得点アップ問題を解いていきましょう。問題の把握発見の工程で読解力の低下をテーマに問題解決を行うこととした、問題の解決の遂行工程及び表現と伝達工程でどのような手法を用いるか、あなたの考えを記述してくださいというところで、まず問題の把握発見工程では読解力の低下、読解力を要するテストの正答率の低さというところを問題として取り上げました。そして問題解決の遂行をどのように行っていくかというところが問われています。パワーポイントで言うとこの部分になりますけど、これは私自身の答えになりますので、皆さんが思う答えというところをこのパワーポイントを元に書いてください。まずは仮説を立てます。教育方法、読書量によって差異があるのではという仮説を立てます。そして事実を把握します。学力検査の結果などをウェブで調べます。そしてその結果、読解力が高い学校の取り組みを調査することにしました。そしてグラフなどを使って図示化します。そしてインタビュー法といって、クラスで読解力が高い人への口頭アンケートを行うこととしました。
そして必要に応じて意見出しですね、ブレインストーミングでのアイデア出し、そしてそれをもとに KJ 法での整理を行うことにしましたというところで、これは回答の一例になりますので、皆さんの手法が書かれていたら正解になります。そして最後の表現と伝達、他者との共有というところで、私としての答えはパワーポイントを使い分かりやすくみんなに伝えるというところになります。そしてここにあるように、その結果をもとに新たな問題点が発見された場合はフィードバックを行い、問題の把握発見から再度 PDCA サイクルを回していくこととなります。問題解決の考え方の単元については以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。